秋田テレビ株式会社は、秋田県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である。略称はアクト。コールサインは、ジョビ DTV。本社所在地は、秋田市厚橋本町3丁目2番14号。富士テレビ系列の放送局であるが、大株主には、読売新聞や、朝日新聞も名を連ねる。また、 ライバル局である秋田放送と同じく、秋田伊佐信報者系列の会社でもあるが、先発局である秋田放送の方が関係は強い。一時期テレビ朝日系列とのクロスネットだったが、1987年3月に離脱している。クロスネット時代には、アンニュースセブン、水曜スペシャルなどを放送していた。なお、秋田電光ニュースのニュース配信元でもあった。タイトルは、 アクトニュース。2018年3月31日に、スポットニュース番組の、ザニュース、アルファピックが廃止になり、富士テレビの月曜から、木曜、土曜の20時台の番組と金曜の、金曜、プレミアムが、終了時間6分を延長し、番組終盤6分間が、ローカルセールス枠へ転換したが、その枠は行使せず、同時フルネットを全曜日で実施している。 企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、秋田県は、現在に至るまで正式な TBS 系列局がない。これをカバーするため、TBS 系列の番組も番組販売方式で、放送され続けているほか、テレビ、 東京系列の番組も晩飯で放送されている。過去には秋田放送の編成から外れた日本テレビ系列の番組を少数購入して放送していた。放送文化史によると案に加盟したのはテレビ朝日系の情報番組を放送するためだという。しかし実際は当時の全国ネットワイドショーだったモーニングショー、アフタヌーンショーは 秋田放送からのネットが継続され、結局は北テレビに移行されることはなかった。G ガイドは、本来は各地の TBS テレビ系列局がホスト局になっているが、前述のように秋田県には同列局が存在しないため、本局が G ガイドのデータ配信を行っている。富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図秋田送信所2011年7月24日。 低波時点保解す D、標準画質映像制作ミニ番組夕方のローカルワイドニュースローカル情報番組バラエティその他、なお、1987年3月までは、アンニュースセブン放送のために7時またぎの番組は7時で飛び降り。クロスネット時代のローカルパートは、アンニュースセブン終了後に、ニュース秋田を放送。当局は、富士テレビの過去の早朝を番組である、 お目覚め天気予報、モーニングライブ、目覚まし天気、目覚まし新聞、目覚まし新聞4ビズ、目覚ビズ、目座に、ゆは一切ネットされず、現在の、目覚ましテレビアクアもネットしていないが、ニュースコーナーがなかった、オルチンはなぜかネットされていた。制作局の表記のない番組は、フジテレビ制作。TBS 系制作局の表記のない番組は、TBS テレビ制作。 テレビ東京系その他、レギュラー番組休止などを理由に、普段アクトで放送されていない番組が突然、放送される場合がある。以下がその主な番組である。また、北のタレント名官も一度放送する予定があったが、プロ野球中継延長のため、放送することができなかった。富士テレビ系ニュース以外の時差ネット番組北海道、文化放送岩手面ンコテレビいずれも、 SD 放送仙台放送東海テレビ関テレ、テレビ朝日系いずれも SD 放送。特記以外はテレビ朝日制作 TBS 系テレビ、東京系日本テレビ系その他毎年東京ヤクルトスワローズのプロ野球公式戦を小町スタジアムで行っている。この主催試合は、プロ野球のペナントレース開幕前から CM やニュース番組内で大々的に宣伝している。 秋田市八橋運動公園公式野球場で開催されていた頃はパリーグの試合を主催し富士テレビと共同制作で中継を放送したその後小町スタジアムが完成した2003年以降はヤクルト戦を開催している現在のところ交流戦は設定されたことがなくリーグ戦のみ開催されており過去に 秋田放送協賛で秋田県での主催ゲームを開催していた広島東洋カープを除く4球団との対戦カードが設定されてきた。八津橋時代は照明設備がないこともあって平日でゲームに連戦の3球団戦が設定されることが多かったが小町スタジアムになって以降は土日に連戦での開催が原則となっており土曜日が18時開始のナイター日曜日は デーゲームで開催されることが多い。日曜日は試合開始が13時、または13時30分の場合、日曜ワイド劇場枠で中継されることが多いが、競馬中継の関係で15時で終了となる。2010年は中日戦が設定され、第1戦の土曜ナイターはフジテレビ1、第2戦の日曜デーゲームの第2戦はフジテレビ1と秋田テレビで放送。 2012年は巨人戦が設定されたが、第1戦の土曜ナイターは、同社主催のヤクルト戦としては初めて、フジテレビ系全国ネットでの中継となった。第2戦の日曜デーゲームは、フジテレビ1と秋田テレビで放送し、秋田テレビでは16時から17時25分まで、フジテレビ1と同時放送。2013年に開催された第横浜 DNA 戦は、 8月開催となったため、17次試合開始の白母ゲームながら、初めて2試合ともナイターでの設定となった。2014年の大巨人戦は、第1戦の土曜ナイターは、BS 朝日とフジテレビ1で、第2戦の日曜デーゲームは、フジテレビ1と秋田テレビでの放送予定だったが、悪天候のため試合中止となった。2015年は、中日戦が設定され、 両日とも13時開始のデーゲーム開催のため、フジテレビワンと秋田テレビで放送。2016年は2年ぶりに対巨人戦が設定され、第1戦の土曜ナイターは BS、富士。第2戦の日曜デーゲームは、地上波はフジテレビ、秋田テレビとの2局ネットで、両日ともフジテレビワンとの同時放送となった。 2017年2018年は開催されなかったが、2019年は3年ぶりに大巨人戦が設定され、第1戦の土曜ナイターは BS、富士、第2戦の日曜デーゲームは、地上波は秋田テレビのみの放送となり、両日とも富士テレビワンとの同時放送となった。2006年に秋田で行われた読売ジャイアンツ主催ゲームは、 読売新聞の資本が入っている関係上秋田テレビが協賛し、チケット販売などの営業活動を行っていたが、系列と放映権の関係で秋田放送が制作協力と放送を実施した。同資本系列の放送局過去。ありがとうございます。